はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ヘルカイザーリュウです。さあ本日なんですが、最強サイバーリュウデッキが、完成、ほぼ完成しましたので、ご紹介をしていきたいと思います。皆さん、サイバーリュウ奥義とかいう最強のスキルが規制されちゃって、でサイバーリュウが組めなくなってデュエルリンクスから離れてしまった人、まあ、ある程度いらっしゃるかなと思うんですが、戻ってきていただいて全然大丈夫です。なんでかっていうと、ガチで強いんで、今、サイバー流。新しいストラクチャーが12月の1日に発売されまして、で、新しいまたぶっ壊れスキルがぶち込まれましたんで、ジンクスには。スキル、運営はね、サイバー流をね、救う癖があるんですね。はい、スキルで。で、救うというよりか、ぶっ壊れてしまったと言っても過言ではないんですけれども、私、このデッキをですね、モノコアラ君っていう、うちの竜の幹部会のメンバーがいらっしゃいまして、コアラ君がディスコードに貼ってくれたやつなんですけど、大元のそのメインギミックはね、ちょっとエクストラだけ変わってるぐらいの感じで、ほとんど、変わってないんですけども、なんか昨日のなんか、ポイントバトルで、なんか1位になったらしくて、結構、なんだろう、ガチ勢がいっぱい参加している。で、めちゃくちゃ強いと。何が強いか。これね、融合がめっちゃ強いらしい。うん。融合がめっちゃ強い。これ原点回帰って感じでめっちゃいいよね。融合がめっちゃ強いっていうサイバー流が。やっぱね、そういうことなんだよ。サイバーって。で、まあ理想展開があるんで、まあそれはね、なんだっけ、1戦目、今日の対戦動画の1戦目に、なんかめちゃくちゃやばい展開してるんで、まあそれを見ていただければわかるかなと思うんですけれども、まあ、とにかく、サイバー流の融合が強い。やっぱりね、適当なサイバーモンスターで、ランページを出して、で、ランページでバックを踏み逃げるっていうのが非常にね、強力な、バック除去となってますんで、最初サイクロンとか入れてましたけど、サイクロンなんて入れるんだったら、融合入れた方が早いみたいな話あるんで、融合を入れましょう、皆さん。普通の融合を。で、普通の融合した場合の展開マジで強いから、マシン王も入れて、融合4枚体制になってます、今。はい。マシン王ちょっとね、惜しいのは、このサイバー、サイバーエンドとかキメラテックランページって沼地使って融合できないんで、まあ、そこだけ注意って感じなんですけど、まあ、融合持ってくる要因としてね入ってるみたいな感じですね。まあ、融合賢者でも最悪別にいいかなと思います、ここ。はい。でエクシーズモンスターなんですけど、ここね結構迷ってて、いまだにね枠が結構足りなくてね、なんかクリムゾンシャドウとかも入れたいんだけど、ちょっと枠が足りなくて、こんな感じに今なってるっていうことだけお伝えしておきます。で、とにかく僕から今日言いたいことは、サイバー流でなんか奥義が規制されて、もうなんかリンクスやめますみたいなコメント来たんですよ。いつだったか、コメントに、サイバー流奥義が規制されてしまった動画のコメントに。マジで今帰ってきた方がいい。絶対に。めちゃくちゃ強いから、このデッキ。本日ちなみに私はランクマン今試しまして10連勝くらいしました。はい、あまりにも強いです。まあ、ちょっとサイクロンだけ若干その辛いけど、サイバーティックオーバーフローを先行でセットするっていうのが基本的な妨害なんですよ、これ。サイバードラゴンコアでなんかオーバーフローとか持ってきて、で、オーバーフローセットするのが基本的な先行妨害なんですけども、これをサイクロンで割られてワンキルされるっていうパターンが、まあ負け筋かなとは思いますけどね。うん。まあそこをクリムゾンシャドウとかで一応ケアできればいいんだけど、ちょっと枠が足りなすぎてこんな感じになってると。で、ノバ2枚本当は欲しいんだけどね。なんかその前触れないし、このデッキ前触れないから、なんかアドレウスはいるで、セットカードをメインギミックだけで触れるゼンマイオはいるで、土木ザークはマジ隠し玉みたいな感じなんで選んで破壊するんで、こいつだから対象取れないみたいなモンスターも破壊できるし、これ強いので、まあ、これはいるみたいな感じでなんか考えていくと、マジで抜くカードないんだよな。うん。でサイバーエンドはさ、普通にワンチャン融合できるし、単純にサイバードラゴンノバの破壊された場合のに出てくるモンスターとして強いからって入ってるんで、結構ネクストラかなり難しいかな。まあちょっとここは回路の余地はあると思うけど、このメインギミックはなんかこの辺のカードも100%使うんで入れてください、必ずね。うん。早速、サイバー流がどのぐらい強くなったのかっていうのをお見舞いしていきましょう。これがほぼ完成形と言っていいんじゃないかな。うん。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、闇遊戯君ね。さあ順調に5連勝中。やっぱこのデッキ最強だわ、マジで。マジで強い。融合 OK、 融合が来てる段階で、あーでもこれ反動的にどうなんだろう。融合が来てる段階でかなり強いっていうだけのだけ言っとくわ。まあサイバーモンスター欲しいかな、ここは。ね、高校でやっぱランページで相手のバックを触ってから動けるんで、召喚剣余らせながら
それがめちゃくちゃ強いですね。あーガールか、オッケーガールね。ディスティニードローかな、スキルはベリーマーシャンガールね。オッケー、伏せランマリカだな。あとはまあ伏せは脳死でランページで踏んでいくんで、まあまあいいんです、ね、弱くもねえか。でもレブシステムか、あレブシステムはいいね。レブシステムは非常にいい。レブシステムはとりあえず沼地のマシンの効果で融合音って言いましょう。融合音マジで引きたいカードなんだよ本当に。引き毒みたいなカードなんでマジでガン詰め安定本当にと思ってる。6枚とか5枚とかやりすぎかもしれないけど4枚から5枚くらいは欲しいかなって個人的には思ってますね。融合発動、融合によってサイバードラゴンフィアーを墓地の封印みたいね。ヒマラテックランページドラゴンを融合召喚。ちなみにこれでどうやって突破するんだと思うじゃないですか。これなんとランページドラゴンは墓地壊しができるというね、こういうね全く隠されていない効果を発動していく。ヒマラテックランページドラゴンの効果、これでネクステア絶対落としてください。ネクステアとサイバードラゴンを落としていく。これでレブシステムでネクステアを蘇生することによってネクステアの効果起動できるんで、だからレブシステムシステム強いんですよ。ここでレブシステム効果発動、レブシステムの効果によって墓地のサイバードラゴンネクステアを特殊召喚。サイバードラゴンネクステアは特殊召喚に成功した場合、墓地の攻撃力または守備力が2100の機械族モンスター板を特殊召喚することができる。サイバードラゴンを特殊召喚。ちなみに今ランページは2回攻撃をすることができるっていう効果です。いでよサイバードラゴン。そしてあまりにもぶっ壊れスキルを発動していくぜ。まあこれは多分キウイの、チェーンでしょうね、テクダの。でサイバードラゴンネクステアをレベル5にしていく。そしてレベル5のモンスター2体でオーバーレイアタックを構築、エクシーズ召喚。あ止まった、あれこのサイバードラゴンの場で機械族しか出せないっていう縛りがつくんで、そこだけ注意っていう感じですね。でこれはこうでいい。サイバードラゴンノバの特殊召喚、ボイスあるんですよ、素晴らしい。そしてサイバードラゴンノバのモンスター効果発動。このモンスターはオーバーレイユニットを1つ使い墓地のサイバードラゴンを特殊召喚。これがね融合と相性が良くて、融合をすると絶対墓地行くじゃないですか、サイバードラゴンが。これがすごい相性がいいです。サイバードラゴンを特殊召喚、全員攻撃力は2100だけどな、残念ながら。あちなみにここで G が明日4200できますけど、ね、これ今後はねリンク召喚くればバトル。まずはサイバードラゴンからぶん殴ろう。サイバードラゴンの攻撃、エボリューションバースト、エボリューションバースト。さあ、ベリーの効果でベリーは攻撃対象に選択されると自身を表示形式を変更しながらデッキからマジシャンガールを出せるという効果を持っている。さあ何らかのモンスターが出てくるが、何が出てくるか、イエロー、なるほどイエロー。まあ、とりあえず攻撃はもちろん続ける、もちろん続けてベリーマジシャンガールをぶん殴っていく。これ1,2,3,4、あ5回攻撃できますね。これグオレンダーだ、これグオレンダー。そしてサイバードラゴンノバの攻撃、ノバリング尻尾ビターン。イエローは効果無効だよな、出てくるモンスター効果無効になっている。まあ、何が出てきてもだからそんなには困らない。攻撃力は下がるかな、サイバードラゴンノバの攻撃力半分になる、つまり1050いいだろう。ちなみにこのモンスターはダメージステップに打点が上がる方が持っている。あそれは無効です、はい、それは特に関係ありません、はい、無効なんて。で、チョコマシャンガールが出てきても別に無効やってるからあんまり関係がない。であとは、これ何いくつになるの、打点黄色投げられた、黄色じゃねえや緑投げられたら、まあ、とりあえずダメージ使うわ。サイバードラゴンノバの効果は攻撃力をサイバードラゴンを除外してアップすることにより3150、これいくつ、はい勝ってる、3連打4連打グーレンダー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 、これがサイバードラゴンだ、勝つのは俺、勝利のみを俺はリスペクトする。さあ7連勝中だ、勝てば昇格。さあてめえ、おプラススラッシュ指導さんじゃないですか、よろしくお願いします、デル先輩。いやこれがこの反動、ま、やべえと思うじゃん、やばくねえんだよこの反動、やばくねえの、この反動やばくねえっていう、これが強いっす。適当に墓地に融合でサイバードラゴンを送ることによって、このあまあ、とりあえずランページの効果で加速するわ。これはねネクステアを絶対に落とす、ネクステアと
まあいらねえカードだからフィアでいいかな。フィアでいいですね。で、ここでサイバーリペアプラントを発動するとなんと最強のモンスターを持ってくることができると。敵から光属性、光属モンスター相対を手札に加えることができる。もちろんサイバードラゴンコアを手札に加えていく。そして、サイバードラゴンコアを召喚。サイバードラゴンコアのモンスター効果発動。サイバードラゴンコアのモンスター効果により最強のトラップカードを1枚手札に加えさせてもらう。そして俺はスキルを発動、サイバー粒子化。サイバードラゴンコアをレベル5にしていく。そしてレベル5のモンスター化に対してオーバーレイエクシーズ召喚。サイバードラゴンノブア、サイバードラゴンノバーのモンスター効果発動。サイバードラゴンノバーのそのオーバーレイトを1つ使い、墓地のサイバードラゴン一体を特殊召喚。ここでネクステアを特殊召喚するとどうなるか分かるか、みんな。ネクステアを特殊召喚するとなんとランページが返ってくるぜこれ強くね、これ。そしてランページの効果発動。ランページの効果によってさらなるカードを、引きたいカードだけ残していけばいいんですよね、これ。トップでこれ素のこいついらなくね。こうでこれでいい。あーでもちょっとコア送っとくべきやったかな、まあ、ちょっとコア送っとくべきやった気がするな。まあいいや、これちょっと若干間違えた気がしますけど、まあ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 、まあ、なんとかなんでしょう。1枚今3枚は破壊できますね。選んで3枚破壊は飛ばせます。選んで3枚破壊って何言ってんだって感じじゃない。レビオニアより破壊しますからね、サイバネティックオーバーフローさんは。なんだろうねこれデッキ。あーサンダーだね、闇の誘惑かな。あ、え、捨てるんだそれ、ここの獣。獣捨てるの大丈夫？あ、獣あんのかな、じゃあ。獣捨てるってことは獣に効いてるってことだよ、多分ね、ほとんど。そんなことはない。わかんないけど、なんかゴリハンされそう。ゴリラハンドされそう。モンスター効果発動。ちょ、ライデン、マジやめて。あ、ちょ、でもなんかそこ、そんなに強くないけど、まあでも、言うて、獣とか、ライデンは除外できるわ。はい、でライデンね。あ、で獣か、獣持ってくる。で鳥回収か、なるほど。これやばいか、レビオニア飛ばせるのか。ライデン竜、はい、ライデン竜効果で除外されるとデッキからサンダードラゴンを手札に加えることができる。わかんない、追悼かどうか。追悼くせえな。追悼デッキはね、あのレビオニア1枚しか入んないんで、あの目覚めの戦列でレビオニアをサーチしてライデン竜1枚しか見えてないんで、今まだこれ追悼かもしれません。これリミット守ってる可能性がある、相手。えらいな、俺リミット守ってる、何リミット発表されてからリミット守ってるランク戦やってる人マジで好きなんですよ。全員にグッと押すことにしてます。はい、モンスター効果発動。まあリミット守ってるかどうか知らんけど、これ人格でグッと押してリミット守ってなかったらグッと取り消すボタン欲しいわ。雷獣竜いいだろ、雷獣竜いいだろ。しょうがねえ、これはまだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。え、言うてなって、これまだあれでしょ、レビオニアできないもんね。レビオニア、えっ、てか今さ、ライデン竜特殊したらあれなんだったんじゃないの、レビオニアできたんじゃないの。あ、それは無理それは無理。レビオニアとオットワイズアドバンスラゴンのケアすればいいでしょ。てかあれ、手札レビオニアとオットワイズじゃない。はい、分からせまーす。はい、分からせまーす。ですね、まあ、とりあえずいらねえから、サイバードラゴンとで、これ絶対3枚は破壊しちゃダメなんで、2枚までだったら墓地送っていいという話ですね、これ。で、打点が高い方を抜けばいいんで、カオスソーサラー君と大獣竜を破壊してあげればもう何もできないと。で、手札はレビオニアとオットワイズ確定なんで、これ何もできずにサレンダーですね、相手は。何もできずにサレンダー、俺は予言する。お前は何もできずにサレンダーする。殴ってくるか。はい、予言者ですよ、私は。未来が見えました。鬼にならねば見えぬ地平がある。敗者の貴様には分かるまい。さあ、お相手の方、リスペクト前髪ハゲ茶瓶、よろしくお願いします。ゆる先輩やべ、オーバーフロー2枚はさすがに強い。オーバーフロー2枚は結構強いんですよ、これ。あの1枚サイクロンされたらアドですからね。なんなら1枚サイクロンはアド。はい、で、エマージェンシーサイバー、サイクロンに強いのもいいんだけど、1枚だけだとちょっと若干ね、あの妨害がなるっていうのはちょっと弱いっていう話ある。サイバルティックオーバーフローっていうのは除外しちゃうんで、あの再利用がしづらくなるんですよね。フローがないと、あ、フローじゃねえ、ロードがないと。システムダウン。いやマジでさ、ちょ本当に
本当に、いやマジでストラクチャー、ストラクチャー発売されたさ翌日とかにシステムダウン積んでるやつも、マジでいや人間のやっていい子じゃねえよこれ、人間のやっていい子じゃない本当に。これに関してはざけんなよ、ざけんなマジで。カードくー持ちこたえてくれ俺の親族。